鳥居清信とは、江戸時代中期の浮世絵師。鳥居派の祖。鳥居清春の次男。通称は小兵衛。鳥居小兵衛、絵師。鳥居小兵衛。山と鳥居小兵衛。清信。我が校。鳥居小兵衛。清信などと合す。大阪の生まれで、幼少時、京都に出て、吉田半兵衛に浮世絵を学んだ。上京四年に、父と共に、大阪から江戸南場町に下り、十四歳で、 若歌手歌舞伎に関係して、職を得、ここに鳥居へと芝居道が結ばれたのであった。父の清元が市村座をはじめとする様々な座の看板絵を描いていて評判になっていたことにより清信もそれを始めた。青年期には、菱川諸信の古今役者物語に接し、諸信の影響の強い作品を描いていた。清信は江戸歌舞伎において、 荒ごとと呼ばれる豪傑、神仏、妖魔などの超人的な強さを表現するために、顔や手足に熊取りをし、カツラ、衣装、小道具、動作、発声などを全て様式的に表現するという荒々しい演技の表現に努め、看板への効果という必要性と合わせて、氷炭足耳水描きと言われる画法を凝らした。それは元禄から教蜂機に新しい風を吹き込み、 当時の市民の風潮、好みとも合致して、鳥居派の様式的な基礎を作った。しかしその一方で、柔軟な色気のある美人画や枕絵もあって、才能の広さを知ることができる。美人画には海月堂派風の影響も見られるが、より明快で演美な作品になっている。また、鳥居派の絵種の中では、肉筆画もよく描いている。清信の署名及び観光年の見られる。 最初の作品は、元禄十年の浮きを増し、公職大副長と本長二十四校であった。さらに同年、三回名古屋、平根元蘇我という英理狂言本を無署名に寄り出している。これらの画風を見ると、すでに姉妹派の発達した様式を醸し出している。元禄十三年観光の役者絵本、風流司法美容部二冊、同年観光の遊女絵本。 将棋画帳などを表している。ただし、将棋画帳は現在伝わっていない。清信による芝居描写は非常に装飾的で曲線が多い格好であり、髪型のより洗練された優美な演出から出ている点は疑念がない。ただし、その筆線は看板絵のように大胆かつ厚みがあるため、同時期の取引予芝居のものと区別することは難しい。 元禄11年から享保12年頃頃までの間に当時の流行の遊女や役者を描いたと見られる一枚絵が最低でも25点知られている。ひしかわもの影響が見られる肉筆美人画や役者絵などもよくして狩野派やと佐派も学び、それらを合わせ独自の画法を展開し鳥派の基礎を築いた。代表作としては元禄末年宝永初年頃の墨釣り絵、立美人、 衝徳頃の作とされる、絵馬、大高山図、京宝前期の肉筆美人が、笠持美人図などが挙げられる。また、早川初瀬の和国、中村七三郎の千原佐古美之助など多数が、重要美術品になっている。去年六十六。墓所は、豊島区の蘇明墓地にあったが、現在は妙見寺に移されている。法名は、清志原院、清信日立新寺。 なお、二代目、鳥居清信は三男が継いだと言われているが、鳥居清芝と同一人物だという説もある。通称を昇兵衛と言い、法暦二年六月一日に没している。他の門人に、鳥居清芝居、鳥居清芝二代目、鳥居清春、鳥居清茂、鳥居清忠、鳥居新長らがいる。鳥居が系府には他に、鳥居清常、二代目、鳥居清春。 鳥居聖ローラの名前も、清信の門人として見られるが、現在、作品は残存していないと言われる。また、浮世絵ル以降が、奥村正信や西村重長、近藤清春などを清信の門人としているのは、彼らの作品が姉妹派の者のにあまりにも酷似している、ことによる誤解であると言われる。他にも、芳川沈長、海月堂杉川重信などのような、 わずかな版画作品を残した同時期の絵師にも多くの影響を与えている。ありがとうございます。